オーストリア革命は、第一次世界大戦末期の1918年、オーストリア・ハンガリー帝国崩壊後に、オーストリア共和国が樹立された革命である。なお、1848年に、ドイツ3月革命の一環として起こったウィーン3月、革命もオーストリア革命と呼ばれることがある。詳細は、1848年革命オーストリア、を参照者民右派を中心とする。 ドイツ社会民主党と保守、ブルジョア勢力が連合し、共産党、労働者評議会など下からの革命運動と激しい構想を展開したドイツ革命と異なって、オーストリアでは、社民左派に位置するオーストリア社会民主党が、ほぼ一貫して主導権を握り、解明的な社会政策を次々に打ち出し、比較的平穏な状況の元社会変革を実行していった。しかしそのことは、 下からの革命運動の力を削ぐ結果となり、社会民主党の構想した議会制民主主義下での社会主義革命は結局のところ中途で挫折した。オーストリア革命の名称はその中心にあった社会民主党左派の指導者、オットーバウアーの著書、オーストリア革命により広く知られるようになった。第一次世界大戦中のオーストリアでは議会が停止されて、 皇帝の体験による戦時先生が成立、労働運動を基盤とする有力政党であった社会民主労働党の多数派は参戦を支持し、また労働組合もストライキを中止して政府に協力する木内平和体制が発足していた。しかし総力戦に伴う経済の逼迫や生活の困窮が進行すると次第に国民の不満が募り、 1918年1月には小麦配給削減に抗議する労働者のストライキが勃発、国全体で55万人が参加する大規模ストに発展し、労働者の要求も無併合の講和の実現など政治的なスローガンへとエスカレートしていった。このストライキ自体は1月中に収束したものの、以降ストライキが各地で頻発する状況となり、 オーストリアでの城内平和体制はほころびをあらわにしていった。最後のオーストリア皇帝カール一世、最後まで帝国の維持に努めたが失敗し亡命。このような状況を背景に、それまで帝国政府の戦争遂行政策に協力していた社会民主党内部でも、木内平和離脱と停戦を掲げる左翼少数派が次第に勢力を拡大し、同年10月3日、 社会民主党議員団は従来のオーストリア帝国維持の方針を放棄し、チェコ人、スロバキア人、南スラブ人など国内各民族の民族自決を承認するとともに、ドイツ系オーストリアにも民族国家を形成する権利を主張する決議を採択した。これに対し皇帝化ある一世は連邦制以降の宣言で帝国の維持を図ろうとしたが、 ハンガリーがこれを無視して二重帝国を離脱したため帝国の解体が始まった。10月21日にはドイツ系議員がウィーンでドイツ系オーストリアの臨時国会を開催、社会民主統計とキリスト教社会統計を中心とする20名の国家評議会を選出、未だ存続していた帝国政府に対抗して事実上のドイツ系オーストリアの政府に発展していった。また、 労働団体と経営者団体の協議に基づく、労使協調組織、労使同数工業委員会が、発足、10月体制との緊密な連携のもと独自の社会政策を実行するようになった。この間、チェコ・ポーランド、南スラブでは、独立国家の形成が宣言された。社会民主党出身の、オーストリア共和国初代大統領レンナー10月30日、カール・レンナーを主犯とする、 社会民主党とキリスト教社会党などの挙国一致的な臨時連立政府が発足した。同月末の社会民主党大会では、左派のオットーバウアーが指導部を掌握し、将来的には独立の連邦構成国として新生ドイツに参加し、目標としての社会主義革命を維持しつつ、当面は民主主義革命を進めていくことを決議した。これによって党内の結束を固めた。 社会民主党は臨時政府の主導権を握った。一方、帝国政府によって進められていた連合国との休戦交渉は11月3日のビラジュスティ休戦協定により収束し、兵士が戦線を離脱して帰郷するなど、軍の解体が進行した。旧軍に代わって編成された人民防衛軍は、社会民主党支持者を中心とする労働者から重募されたものであり、 兵士協議会によって運営されておりさしたる抵抗もなく軍隊内の民主化が進められ、臨時政府の支持基盤となった。そして皇帝カールが国政への関与を放棄する声明を出し帝国政府が退陣すると11月12日、臨時政府による暫定憲法が発布され、共和国が樹立された。この前日インフルエンザで休止したブヤドラーに代わって外相にバワーが就任し、 アンシュルス実現に向けた外交を進めていくことになった。革命に揺れる隣国ドイツと異なり、臨時連立政府と兵士評議会の元平穏な状況が保たれていたオーストリアも、1919年に入って労働者、評議会運動が急速に台頭したことから、新体制に動揺が見られるようになった。2月中旬の憲法制定国民議会の選挙では、 社会民主党が比較第一党となったが、ブルジョワ自由主義勢力が過半数を占めていたため、農村地域を支持基盤とするキリスト教社会民主党との連立関係を継続した。また、ウィーンなど都市地域を中心に失業者が増大し、食料や物資不足に対する不満が高まったことなどを背景に、リンツの労働者評議会が政府とは独立した全国的ネットワークを形成しようとした。 前年1918年の11月3日に決闘され、当初はさほど大きな勢力ではなかった共産党も、この頃には労働者評議会に影響力を拡大しつつあった。社会民主党は以上のような情勢を見て、労働者評議会を自党の影響下に取り込むことを目指し、全国評議会を組織するとともに、労働者を各企業の経営に参加させる。 経営評議会構想を打ち出し、商異軍人、遺族への給付金、年給制度導入、命令の休日化など当時としては革新的な一連の社会政策を実施した。さらに3月には社会化準備法を成立させ、新設された社会化委員会の委員長にはバウアーを就任させ、企業などの私的所有を国民、国家の所有に移管する社会化を推進し、 独自の社会主義を実行しようとした。しかし、社会民主党が下からの運動の規制を制して次々と解明的社会政策を打ち出したことは、かえって社会化の担い手となるべき労働者評議会運動の力を削ぐこととなり、ブルジョア勢力の反対もあって、経営評議会以上の社会化政策は実現されなかった。また、バウアーが、 社会主義実現の前提としていたアンシュルスも、ドイツ側の消極的態度、連合国の拒否もあって、サンジェルマン条約で公式に否定された。バウアーは1919 19年7月に、外省、同年10月に社会会委員長を辞任。社会民主党自体も1920年10月には、労働者評議会の要求に応えて政権から離脱し、ここにオーストリア革命は収束した。 以後、社会民主党は、両大戦間期においては再び国政で政権の座に就くことはなかったが、1919年以降1934年の2月内乱で、党組織が壊滅するまで、党の基盤であるウィーンの姿勢を支配して実験的な社会政策を推進し、赤いウィーンと称されることとなった。ありがとうございます。